見てた人いないのかな、なんかこう、なんか確かになんか汚れてて、うん、普通の調子じゃないんですけど、なんかに襲われたとか見てた人いないのかな。谷口さんそこまで言ってなかったからちょっともう一度確認しますね、はい、もしもし、あ、お世話様です。あ、あれ、おかしかったのって何時頃見ました？はい、はい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 、それって別にあのなんかそういう状態に なんか確かに見るとプロミナーで見るとなんかすごい薄汚れててあのなんかちょっと変なんですけど、そこら辺って見てる方っていないですよね。はい、前に見てる方。はい、あ、そうですか。あ、そうですか。あ、わかりました。おかしいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。あ、変わりましょうか。いや、いいです。あ、はい。はい、小島です。はい。どうも、あゆちゃん、こんにちは。いいえ。うん。はい。今、柴田さんにも来てもらってるんだけども、ちょっと一応様子がおかしいんです。はい。で、岩佐君に連絡取ろうと思ってるんだけども、なかなか取れなくて、はい。うん。うん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 、はい、っていうかね、もう緊急だったもんですぐもう柴田さんにに連絡しちゃったんです。はいはいはい、わかりました。はいはい、どうも。はい、中島です。はいはい、うんうん、2枚いて、とにかく首を動かすだけで動かない、そういう状況、バタバタ。いや、もう一羽飛び立った。オスは飛び立った。うん。いや、横たわっていない。立って、首振ってるだけ。うん。で、状況についてはもう、柴田さんに来てもらって、詳しく見てもらってるんで、僕というよりももう柴田さんに、聞いていただければと思いますけどもね。はい。うん、はい、という状況。首だけしか動かない状況かな。その場から動かない。うん、田んぼかな、ちょっと遠くて分かんないけども、田んぼの中だと思うよ。それで、そういう状況、
衰弱してるんだか、なんか動けないんだか分かんないけれども、一応深井くんにも電話した。はい。うん。うん。はい。はい、どうも。失礼します。動けないんだな。左側に体が触れないみたいですね。え？左でこっち側ばっか触れるけども、左側には触れないみたい。あと足を踏み出そうとしてるみたいだけども、それもできないみたいですよ。全く動けない。